マグリの iPhone チャンネルへようこそ。本日はこんな感じです。秒数を指定していただくかチャプターリンクからご覧ください。最近 iPhone6 のモックアップや各種写真などの情報流出が相次いでいますが、 Apple がこの流出対策に乗り出しました。 iPhone6 の情報をリークしようとする人々を捕まえるよう中国当局に依頼し、約200人体制で動いているとのことだそうです。 WWDC2014 の会場ロビーに8の文字が書かれたバナーが登場したようです。おそらく基調講演で発表される時期、 iOS8 のバナーと予想されます。エクスパンシスジャパンが SIM フリー iPad Air、 iPad mini レティーナディスプレイモデルが最大 24% オフになる iPad 期間限定セールを実施中でございます。先日発売を決定いたしました。ドコモ版の一括払いでの端末価格は iPad Air は 68,040 円から、 iPad mini レティーナディスプレイモデルは 55,080 円なのに対し、 SIM フリーの iPad Air は 61,540 円、iPad mini レティーナディスプレイモデルは 52,333 円と、かなりお買い得な金額となっております。 SIM フリーがいいという方はこの期間にぜひどうぞ。なお、このセール期間は2014年6月10日までとなっておりますので、皆様お急ぎください。はい、というわけで本日は iPhone Tips ね、すごく短い内容にはなるんですけれども、こういうのすごく大事ですよ。iPhone の純正のメモアプリに関する Tips なんですけど、もうタイトルにもあるようにですね、簡単にコピー、全文コピーが簡単にできる方法がありました。だいたいね、全文コピーするにはですね、テキストを選択、全部選択した後コピーって押して、貼り付けるところに行って貼り付けるっていうのが普通の流れなんですけれども、このメモアプリを使えばこうテストって入れましょうね。本来であればこれ全部長押しして全選択でコピーっていうね、手順を踏む必要があるじゃないですか。普通でもそうするしかないと皆さん思うと思うんですけれども、実はこのメモアプリには下にね、シェアするところがあります。シェアボタン、これを押すとですね、 iOS 標準のシェアが出てくるんですけれども、コピーってあるんですよ。これコピーってタップすると、自動的にもうここの全文がコピーされております。試しにですね、新しい、メモをね、立ち上げてペーストしてみましょう。こういうことです。はい、あまりにも、簡単なんですが、こういうね、細かい Tips っていうのはすごく大事です。はい、という Tips をお送りいたしましたが、私がね、おすすめしているメモアプリもね、ご紹介いたしましょう。テキストウェルってやつなんですけれども、以前ね、このような動画アップしておりますんで、よかったらご覧ください。ここには詳しく書いてあります。今日ご紹介するのは、先ほどね、メモアプリでやってみたテストっていう文字をとりあえず入れてみます。これをね、全部コピーするにはどうすればいいのか。で、コピーするときっていうのは、他のアプリに行きたいときじゃないですか、大体が。テキストウェルの場合は、アプリを終了させたタイミングで、そこに表示されていた文字全部を、自動的にクリップボードにコピーしてくれます。だから、メモアプリのあの面倒な手順っていうのはほとんどないんですね。興味のある方はね、ぜひダウンロードして使ってみてください。まあ、こういうところにサードパーティー製のアプリの利便性を感じるところでございます。ね、標準ではできないようなことをね、できるっていうのがやっぱりアプリの売りにはなってきますよね。このテキストウェルかなりいいアプリでございますね。皆さん使ってみてください。というわけで本日の Tips は iOS 標準のメモアプリで全文を簡単にコピーする方法でございました。こちらです。ドキュメント、ユーティリティ系のアプリを作られているところがリリースされているアプリなんですけれども、こちらね、ツイッターの方で、黒足の Z 氏にねご紹介いただいたアプリなんですよ。いつもありがとうございます。ご存知の方多いと思いますけれども、グッドリーダーってことですね。 PDF ビューアーのね、グッドリーダー、あのアプリですとほとんど変わらないような機能を持っていながらにして無料。もちろんグッドリーダーの方は有料のアプリでございますんで、もしね、グッドリーダーどんなアプリなのかなって思われてる方がいらっしゃればですね、このドキュメントを使って、ちょっと覚えてからですね、グッドリーダーの方に移行してもいいのではないでしょうか。簡単にね、ご紹介いたしますと、ファイル管理ができるアプリなんですよ。ファイル管理というのは、まあ、様々なファイル、もちろん管理できるんですけど、見てください。このドキュメントガイドっていうのがね、デフォルダでここに入ってますんで、タップすると PDF が開きます。で、PDF をこのように閲覧できるんですけど、当然ズームもできますし、このように選択することも可能。
で、これ枕が、このね PDF のページのところでタップするとそのページに飛ぶことも可能です。こちらご覧ください。こう対応ファイル形式っていうのが書いてあるんですけれども、もうかなファイルビューアーで、ページーズ、キーノート、ナンバーズ、ワードとエクセルとパワーポイントね。で、下にあと RTF とか、まあ、様々なテキストファイルがあってですね。これ PDF 当然見れて、テキストも見れて、画像もこれ、いろいろ見ることが可能です。オーディオもね、こんなにたくさん対応しております。中にね、ブラウザが内蔵されているんで、そこで、Web を閲覧することができます。で、その Web 上にあるファイルをダウンロードすることも可能なんですけれども、ちょっと YouTube の方をね、やってみたんですけれども、うまくいかなかったんですよ。ただね、例えばこう、ウェブサイトの画像であったりとか、配布されているダウンロード、ここからダウンロードしてくれっていうような書いてるような書類とかをね、このドキュメンツで簡単にダウンロードすることが可能。さらに Wi-Fi ストレージになって、Wi-Fi で接続してあるものであればここにファイルを簡単に転送することが可能です。 Goodreader というのは見た目がちょっと分かりづらいところがあります。でもこのドキュメントは見た目も柔らかくて簡単に触れるような UI になっておりますので、初心者の方にねおすすめですね。はい、というわけで本日ご紹介いたしましたアプリはねドキュメントでございます。よかったら、ダウンロードしてみてください。メインコンテンツという名のなんかただの Tips でございましたけれども、あれも一応ね需要があるかなと思ったんでね、例えばですね今回このタイトルを動画のタイトルをドキュメンツっていうことにすると、またちょっと違ってくるのかななんて思うんですよ。ドキュメンツっていうのは、幅広い検索ワードなので、検索ワードで考えるとですよ、メモアプリ全文コピーとかそっちの方がね需要があったりするんですね。 iPhone Tips やったりとかそういう方が、なのでこういう、戦法を取ってるわけですけれども、未だに、何の違いもありません。やはりね検索よりもね、チャンネル登録者の方からの視聴の方が圧倒的に多いです。何の話をしてるんだと、本日もね、楽しめていただけましたでしょうか。はい、というわけでね、以上でございます。チャンネル登録と明日の動画貼っておきます。そして本日の番組 PR といたしましては、私のプライベートが分かるブログチャンネル、そして、プライベートから何から、イベントしてるイベントとかもういろんなことをどんどん更新したいけど全然更新できていないブログです。ブログとビログね、よかったら私のプライベート的なところが分かると思います。よかったらご覧ください。この iPhone チャンネルではプライベートのところは更新いたしませんのでね、主に iPhone のこのような形式でニュースとアプリといろんなことをしたいと思います。ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。以上でございます。ちょっともうちょっと喋った方がいいかな。このエンディングの尺はね、たまにこう長すぎる時もあるし短すぎる時もあるし、ちょっと難しいところがあります。それはまあいつも私が抱えている問題ではありますけれども、このエンディングを、どのような このエンディングっていうのはマグニーの PR タイムですから、別に時間を切りすることないというかないんですよ。まあね、何を言ってるんだということで、本日の動画は以上でございます。また次の動画でお会いしましょう。